マイク・ビビーは、アメリカ合衆国ニュージャージー州、チェリーヒル出身の元バスケットボール選手。ポジションは、ポイントガード。元 NBA 選手のヘンリー・ビビーの息子であり、元 MLB 選手のジム・ビビーはおじ。身長185センチメートル、体重86キログラム。1998年の NBA ドラフトで、バンクーバーグ・リズリーズから、全体の2位指名を受け NBA 入り。 ルーキー時代は、ロックアウトの影響で短縮された50試合をすべて、スターターで出場。1試合平均13.2得点、2.7リバウンド、6.5アシストの成績を残し、オールルーキーファーストチームに選出された。しかし、チームはシーズンを通して低迷。2001年6月27日、ブレント・プライスと共にサクラメント・キングスに、ジェイソン・ウィリアムス、 ニック・アンダーソンとの交換でトレードされた。移籍後、サクラメント・キングスの主力メンバーとして活躍。2002年にはチームはロサンゼルス・レイカーズとのウェスタン・カンファレンス・カンファレンスファイナルに進出。第5戦でビビーは残り8.2秒に逆転シュートを決めてチームは92から91で勝利。NBA ファイナルまであと一歩のところまで進んだが、レイカーズに第6戦。 第7戦と連敗した。2002年8月、キングスと7年8,050万ドルの契約を結んだ。2002から03シーズンには怪我のため55試合の出場に終わったが、平均15.9得点を挙げ、チームも59勝23敗で、ウェスタン第2シードでシーズンを終えた。2003から04シーズン、平均18.4得点を挙げた。 プレーオフ1回戦のダラス・マーベリックスとの第5戦では36得点を挙げた。2005から06シーズンには過去最高の1試合平均21.1得点を挙げた。2008年2月16日にシェルデン・ウィリアムス、アンソニー・ジョンソン、タイロン・ルー、ロレン・ゼン・ライト、2008年のドラフトに順指名権と引き換えにアトランタ・ホークスにトレードされた。 2011年2月23日、ジョーダン・クロフォード、モーリス・エヴァンス、ドラフト一巡指名権と共に、カーグ・ハインリック、ヒルトン・アームストロングとのトレードで、ワシントン・ウィザーズに移籍した。その後、バイアウトが成立し、3月1日に、マイアミ・ヒートと契約を結んだ。この年キャリア初の NBA ファイナルでプレイする機会を、得たが、 ダラス・マーベリックスに2勝4敗で敗れてチャンピオンリング獲得はならなかった。2011年12月11日、ニューヨーク・ニックスと1年契約で合意。シーズン終了後は契約するチームも現れず引退状態になっている。ポイントガードとしてはかなりのシュート力を持つ。3P シュートの成功率はリーグ屈指である。ゲームコントロールが素晴らしく、 もちろんパスの技術もあり、味方のシュートを演出する。だが、特筆すべき点は、その勝負どころでのプレーである。キングスの黄金期であった21世紀初頭、プレーオフの大舞台で活躍したのは、大黒柱のクリス・ウェバーや、エースシューターのペジャストヤコビッチではなく、レギュラーシーズン中、国士役に徹したビビーであった。その強心臓で、チームの危機を何度も救っている。 また、多くの NBA 関係者は、ビビーは NBA の中で最も過小評価されている一人という意見も多い。ありがとうございます。